どうも、ウィリアム・テンプソンです。皆さん、またこの画面です。まあ、お察しの通りだと思うんですけど、なんかいいのあるじゃんって思って。もうダメだよね、本当に。すぐこうなっちゃうんだけど。ちょっとさ、これ見てください、この靴。ケンタロウ・ソヤマっていうね、ビスポークのセミブローグ。全然聞いたことない名前なんだけど。ケンタロウ・ソヤマ・ビスポーク。セミブローグです。サイズは UK6.5 から7。E-Wiz 相当です。素人採寸ですが、全長28、最大幅10です。付属品はシューズリーのみです。箱は箱は違うのかな？なんだこれ。あれ？いやさ、なかなかほら、いい感じじゃないですか。で、わし、こういうさ、マジなビスポークシューズって持ってなかったから、今まで。なんか、まあ、この値段 ?5 万5千円なんですけど。ならいいかなーっていう感じもしてて。でさ、ただ単に、まあ、あとサイズもね、ある程度合ってて。まあ、半カラスもまだ残ってるしね。ヒールも全然、そんな削れてないし。でさ、黒だよね、多分。わし思ったんですけど。わしの持ってる高級靴。まあ、高級靴って言ってもね。ちょっとこう、チャーチあたりはまだ高級靴って、言えないのかなっていうところまでは来てまして。だからそれで言うと、まあ、エドワード・グリーンもちょっとね、違う気がするんだけど、まあ、だから、秀高深谷はエドワード・グリーンより安いけど、あれはかなりのいい靴でしたね。ただ、まあ、ウィングチップのモデル。で、ガジアーノも、一つは、ウォークトンがウィングチップ。で、なんだっけ、もう一つ。なんか、変な名前のやつがあるんですけど、あれも、ハローか。ハローも、クォーターブローグ。で、あと、ベルルッティのアレッサンドロ。あれは、なんかね、こう、パーフォレーションだけあるウィングチップみたいな。だからホールカットなんですよ、一応。だからまあ、イミテーションブローグっていうのかなって感じなんですけど、まあ、ウィングチップなんですよ。デザイン的には。そうなんで、で、その4足は、まあ、バーガンディみたいな色ですね。あと、バーシュ。バーシュもさ、まあ、エドワード・グリーンより安いけど、かなりいい靴で。まあ、あれも、クォーターブローグで赤いんですよ。バーガンディなんですよ。で、あとは、ステファノ・ベーメル。の6350が、まあ、ダークブラウンですね。で、ウィングチップじゃん？ベーメルの601。もうほぼ同じで、ブラックなだけの。それも、ウィングチップでしょ？で、サンクリスピン。これもね、黒いウィングチップなんですよ。で、シルバのラッタンジだけ、なんていう色なんだろうね、あれ。なんか、朱色みたいな。バーミリオンみたいな色のセミブローグなんですよ。で、まあ、考えてみたら、私、そういった高級靴という部類のものの中で、セミブローグほとんど持ってなくねって思って、まあ私ストレートチップはあんま好きじゃないし、他のデザインは興味がないの。だから、まあクォーターブローグか、パンチドキャップトゥはギリあり。だからパンチドキャップトゥ、クォーターブローグ、セミブローグ、フルブローグ。ちょっと別途でダイヤモンドウィングチップみたいな。とか、ちょっと変わったデザイン。で、逆にね、外バネプレーントゥも意外と好きなんですよ。意外とね、ちょっとこう、そそられる時があるんですよね。まあだから、基本的にその辺のデザインしか持ってないんだよね。そう、セミブローグ、フルブローグがとにかく多い。クォーターもある程度数ありますね。って中で、その高級靴の中の、こう紐解いてると、割合がほぼほぼウィングチップなんですよ。だからさ、これちょうど良くない？この靴、すげえ良さそうじゃん。シューツリー付きでさ、まあ、状態悪くないっていうのと、サイズも合ってそうっていうのと、なんかこう、ツイステッド感。あるよね。
で、まあ、ビスポークってことで、でさ、このケンタロウソヤマっていうの知らなかったから、なんだろうと思って調べてみたんですよ。ということでね、一旦こちらのケンタロウソヤマの多分ホームページ、なんかちょっとわかんないんだけど、これ見てみようかなというふうに思います。全部英語なのかなこれ。I'm a shoemaker in Kyoto, Japan. I'd like you to see some works and my style and feel something. プレイヤー、何これ ?Enjoy your time here. プレ、あ、プリーズかなこれ S が抜けてんのかな、ちょ、わかんねえわし、別に英語得意ってわけじゃないから、わかんないけど、うん。まあ、まあ、そういうことだね。そういうことだって、何にもわし読んでなかったんだけど、喋ってんだけで。ビスポークシューメーカー、ケンタロウソヤマ。何これこれ何ブログ、昔のブログとかであった、あれ足跡的な、なんて言うんだっけ、こういうの。あ、アクセスカウンターか。なんかね、1万とかで切り板とか言って、私16,019でしたね。全然切り板もクソもねえ数字にアクセスしてましたけど。これが何ロゴマークなの ?S。へぇー。ホーム。今ホーム。ワークス。全部英語とかじゃないよね。英語っぽいなぁ。今回狙ってるやつは特になさそうなんだけど、まあ、内バネなので、これバルモラルって書いたんだけど、そこしかないし、え?そんだけ?あ、そんだけ?これ本当にホームページなのかな?なんか怪しいよね、ちょっと。私前見た時こんなホームページじゃなかったような気がするんだけど。でも綺麗な靴だね、これ。このバックルがすっごく細くていいし、あとこの履き口のさ、広さが、なんかバランス取れててめちゃくちゃかっこいいわ、これ。おーおー、ヒールに釘だけのヴィンテージシューズみたいな。すごいね。うわ、なんか、レディースシューズみたいだね。昔の。1900年とかのレディースシューズみたい。いいね、これかっこいいじゃん。結構これかっこいいぜ。なんかソールにそこまでこう、ごちゃごちゃにしてないっていうのもまた、なかなか、やり手なのかなっていう。ちょっとキャップ長いな、これ。あれ?終わっちゃった。プロフィール。ここは日本語なんだ。靴職人、曽山健太郎。イギリスにて靴作りを始め、現在は古都、京都にて古いものに囲まれた自宅の工房にて、一つ一つの工程に思いを込め、靴作りと向き合っています。お客様の生活に自然に馴染み、愛着を持って共に歩める靴を作れるようにと思っております。まあこれ多分それの、英語バージョンだな。ロンドンカレッジオブファッション。コードワイナーズにて、靴のデザインを、およびマーケティングを学ぶ。トレーシャムインスティチュテにて、靴作りを学ぶ。卒業後、ランウド氏、かっこジョン・ロブの職人として、30年以上の経歴に指示。その後、在英中にボトムメイキングとリペアの仕事をアウトワーカーとして担当。携わったビスポークシューメーカー、フォスター&サン、エドワード・グリーン、ガジアーノ&ガーリング、ジョン・ロブ・ロンドン。すごいね。もう、最高級靴4メーカーが並んでるぜ。すごいね。なんか、カタカナとか英語とかと日本語がもう混じりに混ざって、もう完全に帰国子女の文なんだよ。これは、あれか?ルート66みたいなやつか。両足の計測。足の計測ポイントに印をつける。え?これ印つけられてんの?面白いね。何これ?何のペンこれ?初めて見たよ、こんなペン。フットプリントにて足裏の状態をチェック。各ポイントの計測。これなんていうの?測長?
の計測、デザイン及び使用レザーを決める。おお、こんな感じに。なんか赤ちゃんの時みたいなね。生まれた時はこんなちっちゃい足でした、みたいな。そういう感じな。計測結果を参考につま先の形を決める。おお。やっぱこう、足に合わせたラストではないのかな、別にこれは。これ自体は。サンプル品なのかわかんないけど。なんかもう、ジョン・ロブ・ロンドンのビスポークシューズみたいな形のラストですよね、これ。マジで足に合わせてる感じの。刈り合わせ。これさ、全部さ、パンチしてんのかな、メダリオンとかパーフォレーションとか。そう考えたら、刈り合わせでそれって、うわ、こんなこと、もうわしだったらできないわ。さすがに。フィッティングとデザインのチェック。終わりみたい。プライス。さて、気になるお値段は、オリジナルシューツリー込みビスポークシューズ。345,000円税抜き。支払い方法。え、現金及び銀行振込み。ホリッシュド。あ、ラストにね、出てますと。いろんな雑誌に出てますとね。インフォメーション。当日は普段着用されている紳士靴と、その靴用の靴下を持参していただくのが好ましいです。その靴用の靴下。ないなぁ。私は別に靴下と靴を合わせて、まあ、ちょっとデカめのやつにはね、分厚い靴下開いたりとかしてるけど、完全予約制、JR 京都駅より徒歩約12分の終わっちゃった。ちなみにね、ちょっとラストのサイトがあったんですけど、ちょっとラストのサイトはさすがに読みづらいんで、まあ、バーっと適当に言っとくと、で、とりあえず大学卒業した後就職したんだけど、なんかやっぱり靴とか家具に興味があって、イギリスに行ったと。で、さっきのコードウェイナーズカレッジっていうのが、イギリスの靴学校だったみたいだね。靴学校のことみたいで、あんまいい学校じゃないって思って、なんか、トレーシャムインスティテュートっていう学校に移ったみたい。で、卒業してから、靴職人のイアンウッドっていう人のとこで修行して、なんか半年で独立して、ジョン・ロブ、エドワード・グリーン、ガジアーノ、フォスト&サンの、リペアとか、ボトムメイキングの仕事をアウトワーカーとして受け負ったと。で、ビザの関係とかで、まあ、7年弱イギリスにいたんだけど、2009年に帰国したと。でね、ここがちょっとなかなかポイントだなっていうのが、例えば桜の時期に採寸して祇園祭に仮縫い、紅葉と共に納品、そんな季節感が感じられる靴屋もいいのではと考えたのです。って言って、京都の、オーダーシューズ工房に10年いたんだって。で、イギリスにいた時に、ジョージ・クレバリーにいた森尾さんっていう人から、なんか、靴をね、見てもらったと。さあ、硬いねって言われたらしいんだよ。で、その時は分かんなかったけど、今になって思うと、まあ、その時も、何でもかんでも細かーくやりすぎてたと。少しこう、荒削りの方が、ふんわりして、いい感じになるって。シャープでありながらも柔らかさが、あるっていう、その合わせ持ったね。靴が生まれる。今さ、だから映ってる靴はさ、結構こう、柔らかみがあるじゃないですか。なんか、そういうことかっていうね。なんかあれだよね。キューチャーチのマスタークラスもこの柔らかみがなんか感じられるんで、もうちょっと通ずるところがあんのかなとはちょっと思ったけど。はい、まあね、そんな感じなんで、こちら、ちょっと買ってみようかなというふうに思います。購入手続き。ああ、そういえば、今、売上金、ちょっとだけ、ちょっとだけあるので、これやっちゃおっか。めんどくさいパターン？いちいちちゃんとやんなきゃいけないやつなんだ。めんどくさいね、これは。まあ、結果的に5万1,000円くらいになるのかな？ポイントを購入。お、ほんとだ、5万1,000円くらいになった。ということで、購入、しちゃいます。また、きっとワンタイムパスワード出てくるぞ。確認。は？お、来たか？はい。来ました。ちなみにだけど、なんか全体的にはね、あんまりこう、ビスポークって言ってもいいのがなかったんですよ。いろいろ。こいつ！転売ヤーじゃねえか、こいつ。例の転売ヤー、ついにチャーチまで手出し始めたか、こいつ。うわぁ、出た、こいつやだ。
こいつマジでさ、バーニッシュの、元バーニッシュのとかスタッフですとか言ってる。全然ね、ビスポークがね、いいのないんですよね、とにかく。ベーメルとかもさ、前もこれ見たような気がするんだけど。なんかちょっと、なんかちょっとデザイン、あ、メダリオンがないのか。なんかこれなんかね、ビスポークのベーメルって言ったら相当な高級品だからさ、いいなぁとは思うんだけど。でもなんかもうベーメルは、もうだいぶ揃っちゃったからもういいやっていうさ、なんかちょっとそういうところがあるんですよね。あんまりベーメルの欲は現状はないんですけど、他こんな高いもんね、ベーメル。っていうか単純にあれか。この価格帯のベーメルが出てきてるのか。6万の。え、何ベルルッティレザーケアブラシって。いくらすんだろう、これ。なんかすんげえ高そう。高そうな割にそんなにいい作りじゃなさそうにも見えるんだけど。まあいいや、ということで、こちら、ケンタロウソヤマ、買ってみました。また届いたら動画撮ろうと思いますので、ぜひご覧ください。ということで以上です。それだ。なんか盛り上がりかけんな。